こんにちは、ケーキのおたくちゃんです。今日はアフタヌーンティーを作ります。で、先日購入したこちらのもう組み立てている状態なんですけど、ピンク色でめっちゃ可愛いってなったので購入しました。結構小さめのアフタヌーンティーのお皿になっていて、小さいケーキを6種類作ろうと思います。で、今回の動画はそのうちの一つのケーキの作り方を載せている動画と、他のケーキが完成していく動画になっています。で、1段目はバタークリームのハートのケーキで、ツルツルピカピカのグラサージュしたケーキ、いちごモンブランで、2段目とかもほんまに幅が小さくって、ショートケーキとチョコレートケーキを作ろうと思います。何センチのシルクリングを使おうかなとか、何のケーキにしようかなとか考えてたら、ワクワクしてきて完成するのめっちゃ楽しみです。あとですね、 YouTube の登録者様10万人ありがとうございますっていうのを前動画で話させていただいたんですけれども、銀の盾が届いたんです。嬉しくて、もう一度感謝の気持ちを伝えたいのと、動画の中にも記録として残しておきたいので今持ってきました。ありがとうございます。前置き長くなってしまいましたが、最後まで動画見てくださると嬉しいです。それでは作っていきます。